In 2013, Norway's foreign minister, Espen Barth-Eide, stated that Kroc's ambition was to give the United Nations a chamber that could inspire those working in it to carry out the core of the United Nations mandate. Kroc's mural has been met with controversy. Some, such as the Los Angeles Times, called it imaginative, while the BBC described it as the world's worst mural at which I have sat and gazed for many bewildering hours. 国連の安全保障委員会の会議室に一枚の壁画が飾ってある。1952年に飾られたノルウェーの画家ペール・クローグによるものである。ノルウェー政府によって国連に寄贈された。その絵について2013年にノルウェーの外務大臣はクローグの意図についてこう説明している。この絵はこの場で仕事をする人たちをその職務を実行することを鼓舞するために描かれたものであると。がこの絵はその後論争の的になった。ロサンゼルスタイムズは創造的であると評価したのに対して BBC は世界最悪の壁画である。私は当惑したままその絵を見つめながら座っていたと評価した。広志林、浜松シティ、ジャパン。評価が真っ二つに分かれる壁画ということになりますが、その壁画を検証してみます。国連の安全保障委員会の部屋です。その部屋の中央にペール・クローグの絵が飾られています。で、この絵は見るからに不思議な絵ということになります。で、私はその絵の下の部分に注目してみました。今、キー枠で囲った部分に注意してください。ここに何やら奇妙な動物のようなものが描かれています。拡大してみます。ここに描かれているのは、イシュタール門の壁画に描かれているムシュスーと私は判断しました。神マルドゥックの愛玩動物ということになります。もともとこのイシュタール門はバビロンの門であったわけですけども、現在はドイツに展示されています。バビロン、つまりマルドゥックを主神とする都市国家でした。そのイシュタール門に書かれていたムシュスーと形が酷似しています。で、その上にもう一つ奇妙な動物らしきものが描かれています。口に剣を持っています。この様子はグノーシス主義、グノーシス教の、つまりはシンボリックな動物、あるいは神、あるいは悪魔と酷似しています。判断しかねています。この赤枠を囲った部分に注意してください。ここに奇妙な神、あるいは悪魔が描かれています。
が、これはひょっとしたら神ということになりますが、その神がやはり剣を持って戦っている様子が描かれています。それと同じものがですね、ペールクロークの絵の中にも描かれているということです。口には剣を持っています。ここで注意していただきたいことは、ムシュスーはバビロニア帝国時代においてはマルドックと彼の息子のナブの聖獣であるという点です。その聖獣ムシュスーをこのような形で殺しているということはですね、つまりはこの絵全体がアンチマルドックの姿勢を示したものと考えられます。そのマルドックが殺されている様子を象徴的に表しているのがこの絵ということになります。地下世界の怪物によって殺害されているというわけです。バビロニアの神としては誠にもって似つかわしくない場所にいるということになります。つまり地獄にいるということになるわけです。下半分が地獄、上半分が天国ということになります。ではその天国にはどんな絵が描かれているのでしょうか。それを皆さんにご覧いただきます。この絵などは天国というよりはどこかの独裁国家のマスゲームのようでもあり、私はやはり不気味に感じます。皆さんのご意見はいかがでしょうか。さらに検証を重ねてみます。ペール・クローグの絵ということになりますが、この絵の中にはさまざまな光景が描かれています。地獄から助け出される人ですね。で、この人に注目していただきたいと思います。手に鎖を巻かれています。そして中央に鳥、おそらくフェニックスだと思われますけども、それが描かれています。そして下に地獄というわけです。そしてその地獄でマルドックが刺されて殺されているという絵なんですね。で、この手に鎖ということはですね、これはまさしく自由の像、ジェニーの象徴的な像ということになるのではないでしょうか。ノルウェーの画家ペール・クローグですから、フランスのジェニーを知らないはずがありません。まさしくフランス革命の象徴的な像ということになります。現在の今もバスティーユの広場にこの像が飾ってあります。手に鎖を持っている点に注意してください。そして中央のペール・クローグの絵もやはり手に鎖を巻かれています。つまりこの人物はバスティーユのジェニーを模したものであると私は考えています。
そしてその中央にこのような絵が描かれています。この絵もまたどこかの国の集団結婚式のようなものを連想させるのではないでしょうか。しかしこれが国連安全保障理事会が私たちに求める理想社会ということになるのでしょうか。大きな大きな疑問符がつきますが、なぜかその理由の一つが次の絵にあります。ペール・クローグは数多くの絵画を残していますが、その中にはこんな絵画もあります。明らかにバフォメットを模した絵画ということになります。そしてここに描かれているバフォメットはまさに邪悪なバフォメットとして描かれているのではないでしょうか。バフォメットイコールマルドック説を重ね合わせてみると、ペール・クローグがなぜこのような絵を描いたかということがよくわかります。で、結論ということになりますが、私林博氏はこのような絵が国連の安全保障理事会の、つまりは世界で最も重要なその部屋の壁画として描かれていることに大きな大きな疑問を感じます。さらに言えば、宗教的に中立であるべきその部屋にこのような極めて宗教色の強い絵が飾られていて良いものでしょうか。 Bye for now.